が頭に来たから俺のところに電話かかってきたんですよね、うん、もうだからイラッときたから高輪に入れるって言ってね、そうそう、ほんで高輪に入れたがためにもう一番平に落とした、ひでえ、ひでえやつだなと思ってみんなね、今日来てもらったあのお客様は2代目若菜のうちのあの相撲の部屋の大先輩の2代目横綱若乃花の元間垣親方の島山さんです。今日はすみません、よろしくお願いします。高乃花なんで分かんないだろ、大して前悪いことしてないと思うんだけどなって。そうですね、反対に前中川とかあの五条郎の方がはるか悪いことしてるなと思って。そう、なんであの五条郎が悪いとかその中川さん悪いっていうのをちょっとそれを俺ら分かんないんで、うん、説明してください。お願いします。まああのまあ貴乃花の、はい、俺ら知らないうちに、まあ、辞める状態になってしまったわけだよね、はい、これが なんで貴乃花が辞める状態になったのか、まあはっきり言ってお車の目障りな状態なわけだよね、はっきり言ってね、はい、もし悪いことしてクビになったんだったらまあそれはよしとしましょうって、はい、だけど本当に悪いことして今教会にいるのはいるんだと、はい、俺の中でも2人いるんだと、はい、これをクビにしない限り、まあ、なんでそれでそうなったんだってことになるから、はい、その2人というのは誰かあったら中川であったりあの浜風だと、はい、まあ中川は、まあ、俺と同じ大阪場所の金庫番だったんだ。中川っていうあの親方が今いて、その親方が、まあ、あの昔、うん、あの旭里っていう、そうですね、旭里っていうお相撲さんで、それが今親方やられて、親方の時のあの大阪場所 部の金庫番をやって、金庫番っていうことはその相撲協会から入ってくるいろんなお金の全部それを集めてそれを金庫に入れてちゃんとそれを生産するっていうことですよね。そう、うん、でその中川がスナッカブリをそれを2席2人分を勝手に矢村の命令で200万円で売ってるわけですよね。15日間投資でその末席を毎日 の毎日ですね、その15日間投資の席を2席で大体いくら、大体だから15、15で大体30ですよね。それをあの200万円で勝手に売ってるわけ、その持ち主に相談なくね。相撲協会がじゃあこの1年間の投資を維持会ってあるんだよね、維持席っていうのをこう売る、そういうこう特殊な、まあまあ一般の人は分かりづらいんだけど、特殊なそういうふうな形でそれをこう昔から持ってる、おじいさんの代から持ってる、それを受け継ぐ、そういうのでずっと代々やっていってる、そういうシステムがあるんですよ。でそれを、うん、勝手に200万円で売ってるわけね。まあ俺のやつが目的なんだけど、まっすぐ前の方2つ持ってるわけだよ。親方は何番目を持ってたんですか。1番と2番、ね、あのまっすぐの一番こう相撲が見れる一番前の席あるでしょ、まっすぐのあのそれを親方は2つ持ってる。これ一番いい席だから一番高く売れますよね。金運なんじゃなくてね、その売ってしまうってことはね、とんでもないことなんだこれ、うん、それっていうのは相撲協会としたらダメなことなんですか。そうそう、もうその責任者がお車なんだ、またそれを見てみないふりだから、これには何あるの、これしかないからな。中川はそのずっと金庫場だからいろんなことできるわけだよね。そういう悪いことしたやつをなんでクビにしないんだってなるわけだよね。浜風さんはどういう悪いことをしたんですか。切符の横流しをしたんですか、うん、こういうふうな不正が行われてるってことは正直あんまり良くないことなんですよ、うん、だからそれを
立たすのは相撲協会だ。そうそう、そこをちゃんとやってくれってことですよね。そう、それはやっぱり首にするしかない。そんなそんだけ悪いことしてたらね。だからそれをで結局お車さんは見て見ぬふりしているってことですか、うん、そうそう。それははっきり言ってお車さんは一般の人が見ても良くない話ですよ。もう絶対だから永久戦犯はお車だってことね、うん。みんながこう協力し合ってね、喧嘩しないでできたらこんなにいい世界はないと思うんですけど、うん、何ですか、ね、俺みたいなやつがあと2人ぐらいいればさ、そのできるんだろうけど、無理だよな。俺も不思議だなと思ったら、はっきり言って天下の横綱でしょ、うん、ほんでまあたまたまこれね、まあ自分が頭下げてね、これお願いしに行ったんだけど、最初はね、いや俺はあのね、ナルトに入れるよって言って、うん、ね、もうお前悪いけど今回我慢してくれなって言って言われましたよね、うん、そうそう、貴乃花に本当は入れてあげたいけど、うん、でも俺はだから同期生の、まあ、ナルトって、うん、あの貴乃里さん、今のだから稀勢の里の師匠、選挙、ね、うん、でその時にね、その時もう組んじゃってるから、もうあれ親方とかも、でそれが頭に来たから俺のところに電話かかってきたんですよね、うん、もうだからイラッときたから貴乃花に入れるって言ってね、そうそう、ほんで貴乃花に入れたがためにもうね、普通はだから理事から普通降りたら役員待遇なんですよ、ましてや天下の横綱ですよ、それをだからもうそういうことをのけてもう一番平に落とした、結局その時はひでえやつだなと思ってみんなね、今実際に話みんなあの八角理事長が一番協会で一番トップだと思われてるけど、実際は八角親方ってもう俺らの時にもう票がなかったんですよね、八角理事長は、うん、まあそうですね、票がなかった、うん、票を大熊親方が票を渡して、でそれで票で理事になったわけですよね。そうそうそう、そうみたいなね、やっぱり理事長をさせてもらったっていう手前があるから何も言えないですよね。言えないですか、うん、やっぱりだじゃあ実質的の裏の理事長っていうのは小熊さんっていうことですか。そう、間違いないよね。間違いないですか、うん、そういうことはみんな一般の人は八角さんが悪い、八角さんが悪いって言うけど、八角さんはそんな悪い人間でもないんですよ。悪い人間じゃないんだよね、ただ言えない立場であって、はい、でも言わなきゃいけないところは言わなきゃね。ああ、で言えないんだったらもう理事長を降りる、やらないことで、貴乃花の味方、あの敵取ってやったよ俺、はっきり言って自分の弟子がさ頭前かち割られてね、 血だらけになってさ、反対に前やった方の親方が前首にならなきゃいけないよ。なんで貴乃花が首になるんだ、それで。そういうことも許せなかったから。で、貴乃花はね、年寄り会の総意で首になったという状態を作ったわけ。お車はずる賢いから、自分の手は全然痛まれてないわけだよね。年寄り会で決まったことだからって。中川と五条郎の浜風ね、はい、これらをクビにしろって言ってるわけだよね。クビにしなきゃ悪いことしてるんだから、それを かばうっていうことは、あいつらはね、あのやお茶屋さんに可愛がられてるわけ。ああ、そういうことですか。あの駒使いみたいな感じで、はいはい、それをまあかばうってことは何なんだよ。なんかあるからかばうわけだろ、うん、まだあるんだ、いっぱい、まだいろんなことがあるんだけど、これやったら相撲協会潰れちゃうんだもん、ことはあるわけね、お車よって、あの中川とその五条郎は辞めさせてくれよっていうことなんだよな、辞めさせなかったら
次の段階行きますよっていうことを締めくくりたいんだよね。と今度は俺とお前との勝負するぞっていう。まあ皆さんちょっとこんな話はなかなか聞けないですよ本当に。もうこれ本当生身の話なんで、俺も今回初めてこんな話聞かせてもらってすっげえなんかもう勉強になったし、ああそういうことがあったんだと思って、もうイライラくることもありましたけど、まあ親方の話聞けてすごい楽しかったです。ありがとうございます今日はすいません、ありがとうございました。